みんな後ろ一瞬俺一番わかんないんで、そうどなたか一瞬あれっすわ。俺もよくわかんないよ、このバージョン対戦してないよ。俺なりの対策があったんですけど、マジで赤子の手をひねるぐらいの勢いだったんで、ちょっと。ダンク客じゃなくても打たれちゃうの。ユリアンも惜しまず V リバをしていくべきなんじゃないのかな。どうせたまるし。やっても勝負いかなかったっす。あ、てかトリガー1なんですね。ユリアン戦は1にしてます。すごい回転率いいな。回転率エグいな。固められるからってことか。確かに無敵やないから。ゲージ溜まっていく。お、勝った。2回使ってる。おもろ。シフト読みの波動ですよね、連携の時の波動って。ですね、波動で弾空脚とタイミングずらせるんで。その時なんか繋がるんですか。いや、なんもないっす。なるほど。出た、モルニギダシャツ。同期してる間の落ち間。あ、発見した。すごい。すごい。どうしよう、やばい、俺わかんないな。まあでもボタン押すとね、下がる下がるじゃない。バックしたとか。中盤か。どうしたらいいんだろうな。ずっと追ってくるよねこれ。ああ。二十分か。もう中央で。あ、ミスった。いやあ。中央で食らった。まあ、ガークラッシュっていう感じなのかな。足まで行ってガークラッシュだとエーパーがあるんでやめたほうがいいです。さっきのエーパーやろうとしてミスった。運が悪かったら死んでたの、これは。運が悪かったら死んでました。どう当たるんで。さすがにす。なんで。あれ、最大ためは、最大ためはダメっすわ。跳ね返せないです。あれ貫通します。跳ね返せるんじゃないの。あれダメなんです。青画道剣は、反射系全部無効化します。すごい。知らんかった。一段だから突っ込めるかもしれないですけど、確定しないとかなんじゃないですか。トリガーだから。あまあ、アーマーがあれば。一回発撃なんかな、今回力。いや、迷うな。たまんないまま終わっちゃう可能性もあるからな。連携の中であのVでもこれ、ダンが一方的にVゲージ溜まり続けるよな。確かに。そう、だから、多分こっちがいいと思うな。高め中盤で止めれると思ったけど。なんだ。あ、でも。相当いいか。M 式か今の。F 式見せつけだ。なるほど。あ、まあそうっすね。負けるからもう耐えざるを得ない。不安のうちには結構入っちゃっていいんじゃないですか。まあそうだね。どうせたまるし。どうせ3本まだたまるし。どうせ1本まだたまるし。1回は絶対ある。1回は。またもう1回。でも2回でいいんじゃないですか。1回でって全部絶対たまるから。確かに。1回でたまるから。
そう、その段で溜まる分を1個考えて4たす、まあ、1ぐらいの感覚で。こうなったわけよな。モルトさん今楽しいですか？楽しいっす。すごいな、そうですか。そうなんだよな、多分先端が4フレなだけで。あ、やってない。パスいくんですか？パスわかんないっす。やってもないこれ。僕より早かった。今あれすごいな。調べてみます。エーパリスピス。でも赤玉出るとき、あ、そう、別にいいのか。うん、スナックもう一本もいい。あはははははは、あるのこれ。あるわ。いや、これ俺の勝ちじゃないか。あれめっちゃそう。引きつけないと当たらないってこと。あれ引きつけないと当たらない。あれ出るたびに最強流アシュラ旋空って呼んでるんですけど。うわ、スクステ。赤だからか。すごい。あれ、あれ。どこすごい。偉そう。あ。いやー。いやー。おやつの分まで兄ちゃん頑張るぜ。あ、強えな。そうですね、なんか勝ってる時は強そうに感じるんですけど、実際でもどう、モルトさん的にはどんぐらいのあれだと思うんですか、ダンは。いや、まあ、正直去年 SF に出てもう大会で迷いはないです、もう迷いはない。相当モトさんがうまいって評価なの俺。確かにむずいしですね。毎回テクいことしてるからこれチャンスでも。そう、なんか簡単そうに見えてやっぱ一個一個煉獄全部確認しないといけない。いやー、ミスター。赤玉来い、来ない。スタンチ上がるんすか？スタンチとダメージが、なんで今 25% でリーサルでした。なんか、もろいな。チュンリュウに上がったらもう余裕で、多分ループ工事に並んでた気がする。ユリアン、でも玉抜けないから、そう、長くなりそうなもんすけど。まだやっぱ玉抜きが強いから消したからね、多分。ちゃんときついキャラはきつくなりなっていう調子だと思う。ガエルとか。玉キャラには。影はでも長いですよ。影。あ、中段の構えで、中段の構えで。これちょっとちょっとちょっと立たれる。これは。これは。これはなかなか。気まずいな。これは絶対たまらない終わり方しました。これつまらない終わり方。これ今日やべえっすマジで。あ、ナイスはでも。はい。森田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい。楽しかったそう。かなり勉強になりました。よかった。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。